情報政策からは、横手市推奨アプリ、ミネバで災害情報などをプッシュ通知により受信できるようになったことを発表させていただきます。横手市では、災害情報や防犯に関する情報など、市民に広く周知したい情報を横手安全安心メールとしてメールで情報を発信しています。昨今、コミュニケーションツールとして LINE や Twitter、Facebook といった SNS やアプリを利用する方が増えてきており、中にはメールをほとんど使わないという方もいらっしゃると思います。メールはパソコンやスマホなど受信する端末を選ばないというメリットもありますが、通知されるのは送信者の名前と表題だけで、本文についてはメールボックスからメールを選択し開封しなければ読むことができません。一方、SNS やアプリなどで通知されるプッシュ通知は、本文を直接端末に表示することが可能です。災害情報や防犯に関する情報など、一人でも多くの市民にいち早く情報を届けるために、市推奨アプリミネバで横手安全安心メールを受信する機能を実装しました。ミネバは横手安全安心メールのほか、早朝の除雪車出動情報もプッシュ通知で受け取ることができます。他にもハザードマップや AED マップ、ウェブで公開している図書予約や公共施設の予約サイトにも素早くアクセスできます。ぜひ多くの方に利用していただき、活用していただければなと思います。次にミネバを公開している NPO 法人横っ飛から簡単に説明します。NPO 法人横っ飛の塚和です。ただいま横手市様よりご紹介いただいたように、現在メールで配信している横手安全安心メールをミネバアプリでプッシュ通知が受け取れる機能を実装いたしました。背景のご説明もありましたが、お手元の資料を見ていただくと分かるように、高齢者のスマートフォンの所有率も増加し、情報収集ツールもスマートフォンを利用することが多くなっております。ミネバは通常ではイベント情報やクーポンなど、秋田県南部での暮らしを楽しく便利にするお手伝いをできる情報を発信しつつ、行政からのお知らせや緊急時の正確な情報を市民がスムーズに確実に取得できることを目指したアプリです。今回横手安全安心メールをプッシュで受け取ることができれば、より便利になるのではないかという市民からの声があり、横手市様のご協力を得てバージョンアップいたしました。プッシュ通知はこのように届きます。タップすると紺色の帯が上部に表示されているミネバアプリトップ画面に移動します。5秒以内に自動的に詳細に移動するようにいたしましたが、この帯をタップしていただいても移動します。紺色の帯は横手安全安心メールの内容が周知する必要がなくなるまでトップ画面に表示されます。このプッシュ通知を受け取るには、アプリをアップデートしていただき、マイページで通知を受け取るにチェックしていただき、更新ボタンをタップしていただくと、いただく必要があります。今後も人生100年時代、90歳になっても生き生きと生活でき、ここに住んでいたいと思える手助けをするアプリとなるため、市民の声を取り入れながら常にバージョンアップしていこうと思っています。よろしくお願いいたします。